ただいた楽曲はアイリスさんでワナノーでした。ありがとうございます。はい、それでは本日のゲストさんご紹介します。24歳シンガーソングライターの知念蓮さんです。はい、ご紹介に預かりました、八王子を拠点に活動しています、シンガーソングライターの知念蓮です。よろしくお願いします。硬い、硬、はい、いなんか野党みたいな挨拶独特な雰囲気をお持ちですよね。ああ、多分、ね、もしかしたらでもここ2回目やもんね。ここ一応2回目ですけど、ね、そうなんですね。そうそう、以前にも出演されて、うん、そうですね。その時は歌も歌われましたか？いや、もうトークのみです。トークのみ、ね、じゃあ今日もトークのみなんですけど、なんかどんなことを話していただけるのかすごい楽しみにしております。、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、私ツイッターですとか情報をいろいろ見させていただいたんですが、弾き語りで現在配信などもされていらっしゃいますよね。そうですね。でポコチャの配信サイトで週にどのくらい配信されてますか？週にだいたい5日ぐらいですかね。え、うん、もし多い 月金ってこと？月曜と金曜休みで、うん、カーセンと土日。へぇー、ずっと弾き語りをして、弾き語りとあとはトーク、はい、交えつつ、一人ぼっちで、一人ぼっちで、一人きりで。一日何時間ぐらいやるんですか？一日大体3時間ぐらい。へぇー、そうですね。ぶっ続けて3時間やるってことですか？うん、8時から11時までって決めてるんですけど。朝の？朝の？朝、夜。ああ、夜、あ、ごめん、大事なことやから。へぇー、じゃあその配信を見て、今日もですね、ファンの方からたくさんメッセージいただいているので、はい、まず1通ご紹介させていただきます。ラジオネーム、まいちごさんからいただきました。ありがとうございます。今日のメッセージテーマが夏といえば〇〇というテーマなんですが、夏といえばプールですかね。大人になってからそんなにプール行ってなくて、すごくプールに行ってみたいです。泳ぎは特にじゃないですが、遊ぶだけでも楽しみたいです。皆さんは夏といえば何ですか、教えてください、とまいちごさんからいただきました。ありがとうございます。はい、レンさんはまいちごさんはプールに行ってみたいということで、はい、泳ぎは特にじゃないということは、もうすでに何回もプールには行かれているのかなという印象なんですけど、知念さんはプールには行かれますか？あ、いや、全く行かないです。大人になってから確かに行かないよね。うん、それは、うん、何の原因で行かないんですか？いや、めちゃくちゃインドアなんですよ。あー、そうでしたか。人がいっぱいとかそんな好きじゃなくて、うん、でもプールも海も、うん、全然もう学生以降行ってないです。あ、そうですか。じゃあ逆に家で配信以外だとどんなことされてるんですか？家で大体なんかアニメとか映画とか。もろやないか。まいちごさん、参考になりましたね。絶対ないです。インドアということなんですが、もう暖かく返したりや、もうちょっとお前。いつの日かプールに一緒に行ってくれるかもしれない、ね、プールでライブさします。はい、ということなので、まいちごさん、温かなメッセージありがとうございます。後ほど電話するかもしれません。はい、で、配信を定期的にされてるっていうことなんですが、今回は橋川さんのご紹介でご出演いただくことになりまして、はい、橋川さんから見た知念さんの印象をお伺いしてもいいですか？うん、で、まあ、真面目な話、さっき言った印象と真逆、もっと上みたいな感じで、もう海にプールにみたいな感じかなと思ったら、意外とこんなんやったからかなんなっていう感じ。パリピっぽい感じだったんですけど、実際は真面目な方だった。いや、疑いはある。めちゃくちゃ真面目です。いろんな面があるってことですかね。いろんな面があると思う。でも真面目よ、めちゃくちゃ真面目。根は真面目。根、ね、は真面目なやつは自分で言わんねん、それは。じゃあ、そんな知念さんのどんなところが橋川さんはお好きですか？うん、基本一つもないってことが大前提にあって、好きな、いやねんけど、まあ真面目な、これも真面目だし、そもそも僕のレーベルのイベントに出てもらったんですよ、オファーかけて。はい、で、リハーサルの時に歌歌っていただいて曲聴くじゃないですか。で、僕マジで、それ誰のカバー歌ってるんですかって聞いたんですよ、彼に。なら、いやいや、これ僕の曲ですってなって、恐ろしいメロディーセンスってなって、っていうぐらい
もうそっから大好きになりましたね。おお、じゃあメロディーセンスに惹かれて声をかけたっていう感じ、ね、ありそうでないんですよ。ありそうでないんだけど絶対に全員が好きみたいなメロディーを歌ってくれてて、ただただリスペクトです。あの私も楽曲を聴かせていただいて、なんか親しみやすさが、そういうこと、はい、溢れていて、なんか夜寝る前とかに本当に聴いてすやって、ね、寝れそうだなっていう風な感じの印象だったんですが、そんな知念さんの楽曲制作についてちょっとお伺いしたいなと思っていまして、はい、曲はどんな風に作られますか？曲はまあ基本は、作ろうと思って作る時もあれば、なんか適当にコードを弾いてて、そこからあこのメロディーいいなってところから、どんどんつなげてって作っていくっていうことを、大体この2種類ぐらいですかね。おお、じゃあそれを何かに吹き込んだりして、アレンジは、編曲の方がいらしてっていう感じですか？うん、そうですね。で、できたものなんですけど、今後あれどこかで、そんなレコード会社いるわけないじゃないですかって言ったら、わしがやりますよって話で、いやいや、まあ、うそやけど、でも本当にあの言えないですけど、まあ、ボーテをレコード会社にいまして、彼はでも本当にこっちで出させてくださいって、こっちからも引き抜くぐらいの勢いでオファーかけてるぐらいなんで、まあ出します、べらぼうに出します。わあ、すごい楽しみですね。そうそう、たぶんそのストリートとかもやってるんで、出すタイミングがね、ちょっと情勢も含めながらどうしますかって話をしてるところもあったんだけどもね、一応出すつもりでは。おお、じゃあ今後の情報に期待ということでよろしいですか？はい、もう期待しておいてください。はい、それでいいでしょう。で、今ストリートの話ありましたけど、うん、はい、ももかさんもストリートライブだったり、全国にいろいろ行かれてライブして東京こう行き来されてるんですけど、先日知念さんも北海道に行かれましたよね。そうですね。北海道の、ライブはいかがでしたか？いやでも初めて北海道行ったんですけど、なんか新鮮な気持ちで、まあ、普段こうストリート、まあ、東京でやってるんで、まあ、一定のお客さんが来るんですけど、まあ、北海道なんでその土地の住んでる、お客さんがまあ大体来てくれて、で初めましての人もたくさんいたんで、まあ、やっと生歌を届けられたなっていう気持ちで、すごい新鮮。手ぶらできた今日は。あ、すいません。その前あお土産前そう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 、なんか先月桃子さん札幌行けて、はい、なんかあの賛否分かれるおやつ食べされるという地獄みたいな会が先月あって、たくさんお土産を買ってきたんですよ。玉ねぎのね、玉ねぎのなんかめちゃくちゃ美味しくて、それ以外にちょっと残酷な全員顔地蔵になったやつだったから、それのフェーズ2しないってことね、手ぶらできたのね。はい、すみません、はい、それは なんか謝罪ラジオ、後ほど正式に謝罪。美味しいもの食べました？北海道で海鮮丼と、あとスミレっていうラーメン、あ、ラーメン屋さん、はい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 、はい、すごい味噌が、味噌ラーメン、味噌ラーメン好きなんで、あ、気になって、それがこの後出てくるってこと？ご用意してます、ご用意してます、ご用意してます。じゃあもう帰れや。まだいさせてください。では陳姉さんのことをいろいろ聞くはずが、帰っちゃダメです。まだ俺、ももかさん見習え、ちゃんと町と地のもの持ってきて、ほんでオンウェイストのチケットを売りさばき。まあ、それはちょっと置いといて、はい、作曲についてもちょっとお伺いしたいんですが、はい、楽曲制作で一番大事にされてることは何ですか？一番はやっぱり聴く人にとって心地いいこうメロディーというかってものをまず第一に考えて、そこから、共感してもらえるような、誰しもが、抱えてる悩みとか、そういった日常にやっぱりこうフォーカスを して、歌詞を書いていくっていうのを心がけてますね。あ、なんか今お話を伺って、すごいなんか芯のしっかりされてる方なんだって。真面目なんですよ。真面目そうですね。まあでも僕とミーティングするときガンガン酒飲んでますけどね。肩肘ついて、いろんな面がある。いろんな面が。音楽にはね、音楽と歌には実直っていう。あ、なるほど。メッセージをじゃあももかさんからいつご紹介させてください。ラジオネームメロンパンナちゃん、こんばんは。夏といえば夏フェスですね。
夏の音楽フェスの情報が公開されるとワクワクします。私は北海道に住んでいるのですが、ジョン・アライブ、ライジングサンロックフェスティバルなど楽しい音楽野外フェスが盛りだくさん、ライブ好きにはたまりませんというメッセージいただきました。北海道の方なんですね。北海道の方でしたね。さっきのお話聞いててくださったかな。はいはいはい。ちなみに北海道に今後のなんかライブ予定とかまた行きたいとかありますか、お二方は。私はまだあの公式にというか発表にはなってないんですけど、10月に行く予定です。はい、僕も。あ、本当ですか。じゃあだから本当11月の会は本当にだから、お菓子だらけになるよって話。後で日程聞きます。大変なことになる。もしかしたらね、同じ時かもしれない。大変なことになる。どう上げてやるつもりやから。知念さんはもう再び、あ、すいません、無視しちゃった。僕はまだ、まあ、長いから。面白い、仕事してるんや。それが仕事で呼ばれてます。知念さん、そういうふうに聞いてます。はい、すいません。はい、僕まだ未定なんで。あ、そうですか。じゃあまたなんかライブの全国に行かれるご予定とかもし決まった場合は SNS とかで、そうですね、はい、告知されるということで、はい、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。もう一通、はい、お願いします。ラジオネームドハマリさん、夏といえば扇風機の風を浴びながらトマトを丸かじり。すごいなんかおばあちゃんみたいな縁側っぽい、なんかチョイスしてる言葉も、もう笑ってもうてるやん。あるでしょ、そういうシーン。でもあの、うん、文章にすごい絵文字を使われてて真逆の感じなんですよ。縁側っぽいところからちょい汗かいてるくらいのトマトを丸かじりは最高の幸せって私だけ。ちなみに普段は切ってサラダに乗せたりちょこちょこ食べてます。初めて聞きます。知念蓮くんのゲストと聞いて、オリジナル曲はもちろんですがカバー曲も表情に歌声、ギターの音色からも熱い思いが伝わってくる素敵でかっこいいです。ラジオ曲に、あ、オリジナル曲にギターの音色が大好きです。多くの熱い知念蓮くんファン、知念ラーさんにはまだまだ及びませんが、自分が応援できることをマイペースに陰ながら応援していきたいと思いますという熱いメッセージいただきました。ドハマリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。シネラーさんというんですね、ファンの方。勝手にあのファンの方が勝手に。でも受け入れてるやん、シネラーを。否定もしてないやん。シネラー、シネラー、トマトを丸かじりして、あのドハマリさんもチネラーさんっていうことなんですか。チネラーさん、チネラーを自称するけど陰ながら応援してますって言ってるから、ぜひ、ま、ぜひ前の方に。そうですね、奥に行かないで、マイペースにね、マイペースにとおっしゃってるんで。じゃあちょっと聞きます。チネさんはトマトはお好きですか。トマト好きですよ。あ、よかった、ね、丸かじりってします。私したことないかも、トマト。リンゴは丸かじりはあるけど、うん、トマトってあのジュワーってなるやん。そう、それが洋服とかに絶対バーってなっちゃうから。そうそう、だから扇風機でこうやって。あ、そういうこと。え、自分にかからないそういうことっていう話はそんな掘り下げんでいいと思う。今トマトの回じゃないから。でもやってみます、丸かじり。はい、ドハマリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあここでさんの楽曲をご紹介いただきたいなと思うんですが、はい、本日は希望の歌という楽曲だそうで、これこの希望の歌をライブでやった時に僕が誰かのカバーですかって聞いてぐらいたまらんかった。お、楽しみ。危うく俺がタイトルコールするから言って、はい、知念さん曲紹介をお願いします。はい、じゃあ、知念蓮で希望の歌お聴きください。その言葉が無力に感じて、長く
伸びた影を追いかけてても、あまりにもそこにはたどり着けなくて、だったら上を向いて歩いてみて、影がある場所に日が当たるように光を求め、命燃やせ削って、イメージのその先へ息を切らせ、のゲスト知念玲さんの楽曲で希望の歌でした。ありがとうございます。それではここで知念玲さんの SNS の情報をお伝えいただきたいんですが、知念さんのアカウントをお伺いしてもよろしいですか？はい、アカウントは、そのまま知念玲で、インスタもツイッターも各 SNS やってますので、よかったら検索してフォローしていただければ嬉しいです。その、はい、週5でやってる配信は何で見れるのよ？それはそれはポコチャっていう配信アプリで見れますので、はい、そちらも遊びにぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではここからももかさんの企画コーナーでーす。はい、今日は、この4人で風船ゲームに挑戦したいと思います。風船ゲームってなんだ？風船ゲーム知ってますか？知らない、知らないですよね。私も、まあまあ最近知って、人とやるの初めてなんで、はい、なんかやばそうな感じですけど、ちょっとドキドキしてるんですけど、うんうん、ルール説明をします。はい、あの本来あのこう飲み会とかでやるようなテンションのゲームなので、テンション上げてむちゃくちゃ上がってる。今更言うけど、レンは今テンション上がってる方やからね。機嫌悪くもなくて、これマックスに上がってるから、ね。うん、皆さんどうかそれだけ誤解なく。じゃあ、ご覧の皆様も一緒にルール覚えていただいて、簡単なルールです。まず小さい風船、大きい風船、普通の風船っていうお題が3種類あります。その、お題をそれぞれがこうその中で好きなやつを言うんですけど、例えばじゃあ私が大きい風船って言います。そしたら大きい風船だけど小さい風船を手でやります。で、掛け声とかがあって、大きい風船あーいって言います。あーいって言いながら小さい風船を出します。OK? で、小さい風船って言われたらあーいって言って大きい風船を出します。逆をってこと？逆です。はい、で、普通の風船って言われたらあーい、あーいって言います。それしたいだけやん。OK? それしたいだけ。待って、一回練習する？むちゃくちゃ。ほんま行きます、それとも。むちゃくちゃ。ちょっと練習。終わりや、終わりやもう。じゃあ、私一人でリハーサルしますよ。はい。大きい風船、あーい。小さい風船、あーい。普通の風船、あーい、あーいです。OK ですか？これをOK ではないよ。いろんな意味で。お題をこっちは時計回り、私からスタートで自分の好きなやつ言えばいいです。その3種類の中から。はい、で、言われたお題に対して全員やる。で、間違えた人が罰ゲームです。じゃあもう罰は受けてるけどね。はい、この段階十分な罰は受けてるから。これ以上の苦しみはないよ。もう一個注文があって、はい、大
きい風船ってその言うじゃないですか。そしたら愛はちょっと小さめに、愛小さい風船なんで、はい、答え、うん、で小さい風船って言われた時の大きい風船は愛って結構元気に言います。で、もちろん普通の風船愛愛愛は超テンション高く言います。ちょまあ相対するもう終わります。はい、じゃあ試しにやってみましょう。やりましょうか。早がりです。今日も早がりします。結構多分早めに罰ゲーム決まると思うんですけど、みんなちょっと一生懸命やってくださいよ。はい、これ飲み会だと思ってくださいね。いきますよ。あのアルコール3杯ぐらい入ってると思ってくださいね。しんどいな。はい、いきます。じゃあ風船ゲー、せーの、大きい風船あーい。もうできてる。え、小さい風船あーい。ちょっと待って、もうできてないの。最悪や。あーいって言ってやらなきゃいけないの。あ、そうなんだ。あ、もう終わりや。もう一回、もう一回早上がり、早上がり。あと BGM だけ流しておこう。もう一回。お題じゃない人が、あーいって言うんですよ、うん、言って出すのね、うん、あーいとか、あーいとか、あーい、あーい、あー、わかった、言うのとジェスチャーは一緒。わかった。それどっちかが間違えてる時点でもうその人アウトですからね。次からはじゃあもう厳密にいきますよ。風船ゲーム、イエーイ。せーの、大きい風船あーい、はい、小さい風船あーい。全然できないじゃん。じゃあもう多分理解してないって。もっさん抜きルールが入ってないって。じゃあもっさんも抜けよう。あの罰ゲーム決定。罰ゲーム決定。もう一人罰ゲーム決めましょう。じゃあ3人でね、はい、3人で、はい、いきますよ、はい、時計回りで、はいはいはい、参りましょう。ほんまちゃんとせよ。はい、いきましょう、はい、風船ゲーム、イエーイ、せーの、小さい風船あーい、普通の風船あーい、あーい、大きい風船、あーい、小さい風船、あーい、普通の風船、あーい、あーい、大きい風船、あーい、誰かミスれや。兄さん誰が楽しいね、今飲んで。イエーイ。じゃあもう2人罰ゲーム決定したんで、もう決定よ、バカ。全然あの若いノリについていけてませんよ。いやいや、芸風に影響する我々です、これは。じゃあ罰ゲームは、2人に披露してもらいたいのは簡単です、はい、モノマネー、はい、じゃあどっちからいきますか。もっちゃんからいきましょうか。なんて、じゃあカメラに向かってモノマネお願いします。じゃあボノボノというアニメのシマリスくんを呼ぶボノボノちゃんです。シマリスくん、これ似てるんですか。いや、それも知らんもん。あれがあんな、もう俺ら傷を受けてるから。あ、間違えた。大丈夫大丈夫、後で多分笑えると思う。今の間違えたで、どっからキャラクター逆に言ってた。大丈夫大丈夫、突っ込みどころ満載ってことね。オッケーオッケー、めっちゃしんどい。じゃあ橋川さんモノマネ、モノマネ、モノマネ、はい、どうぞ。マスオさんの一言、うんうん、はい、あ、ちょっと似てる。わー、俺多分来月欠席してるから。俺多分な。はい、旅に出ます。締めをお願いします。じゃあ皆さんぜひご家庭や飲み会やお友達と一緒に風船ゲーム楽しんでください。風船ゲームでした。ありがとうございます。ジネーさんがすごいやる気満々だったのがめちゃくちゃ面白い。しかも超うまかった。 やってるな、思ったより愛の声出てたから。そうそうそう、思ったより声出てた。楽しかったです。桃香さん、ありがとうございました。ほんま萌え、ほんま萌え、うん。もう一つ、はい、メッセージご紹介します。ラジオネーム色とりどりの世界さんからいただきました。ありがとうございま います。こんばんは、初めてお便りします、うん、夏といえばセミ、セミといえば知念蓮さんの、うん、あ、8日目のセミですね。8日目のセミ、気がつくとセミの鳴き声がして、気がつくとセミが横たわっている、そんな光景を見て人間の命も儚いなと思う今日この頃、知念蓮さんの8日目のセミを聞いています。聞くたびにいろいろな意味を考えさせられて、なんだか切なくなります。知念蓮さんがゲストということでしたので、どんな思いでこの曲を作られたのかぜひ聞いてみたいです。歌ってくれたらもっと嬉しいです。色とりどりの世界さん、ありがとうございます。あのさ、手紙の内容が良すぎて、愛や愛の聞く内容じゃなかった。ぜひその前に聞きたかった。はい、散々ふざけた後に。じゃあ色とりどりの世界さん、8日目のセミ、少し歌っていただけないですか。ああ、じゃあ、はい、多分その歌で終わる感じになります。無理やりいい番組感出そうと、はいはい、じゃあちょっとアカペラで、はい、歌ったことないですけど、はい、はい、じゃあ歌わせ、せんつながら、はい、します。
夏の終わりを告げるように蝉の声が鳴り響く。これどこまで歌うんですか？はい、ありがとうございます。はい、色とりどりの世界さん、お聞きいただけましたでしょうか？素敵なメッセージで締めていただきありがとうございます。サビやろ、絶対サビやろ。今日電話できなかったので、またぜひ知念さんお越しいただいてよろしくお願いします。知念蓮さん、ゲスト出演ありがとうございました。本当にやつなんですよ、こいつの歌は。本当にですよ。はい、ちょっと構成が悪い今日は。それではまたありがとうございます。